約1ヶ月ぶりの牧場です。とっても眩しいです。最近です、風の音うるさいかもしれません。しばらく雨降ってないみたいだから、随分とここのぬかるみ泥も随分固くは締まってきた感じかな。まあここの牛さんたちは相変わらずのんびりしてますね。じゃあちょっと向かいましょうか。ここ水抜いたんですよ。ですがまだちょっと若干あれ残ってて、それをすくい出してから水を入れたいんですけど、どうやって水入れようかなって悩んでます。今日はちょっとこの辺をきれいにして今後どうするかを考えます。撮影するかやるかどっちかにしろって話だよな。アクセサリーかわいいね。あなた何乗っけてんの何乗っけてんの、これ何乗っけてんですか。むしゃむしゃ、ほーれ、あんたやりっこしないの。あげなさい、あなた他の子にも。生きってんじゃないの本当に。みんな食べたいの一緒なんだから、ちゃんと分けなさい。この子はこういうところで喧嘩するんだろうね。餌
餌の取り合いというかさ、この子この子すんごいやっぱり生きてる。これ何生きとね、これの子いないっすね。もういるよ。どっかね、きっといるんでしょうね。いやー、マジ全部みんな、でっかい。どんなに肉してると思う？肉質どうなんですかね。いや、もう十分に仕上がってるよ、もうすごいよ、肉の量は。ね、ですよね。なんかまったいらんなった。一匹切ってみてな牧場で内緒に潰してさ、みんなで食ってみて怒られちゃう、ダメだよ新聞まあ、とんでもないとりあえず牛舎の餌やりは終わり。一番いいですよ。おすすめですよ。でね、吉沢さん曰く、今この子たちみんなとってもいい体です。要するにデブってことね。でかいんだよ、本当にマジで。ここの子たち何なんていうぐらいでかい。あ、ごめんよ、邪魔してるね、これ分かったよ。大丈夫だよね。はい、どうぞ。どうもかな。まさかこの苦労を何だったの。もうねえやろ。良いね、この子。